何も喋んないな。これ全く聞こえないから。今度やめろよ。 今音鳴ってないけどそれつけたら全然聞こえる。一応今からシンガポール18時26分で向こうの夜中に到着ですね。シンガポールなんかシンガポール雨らしいです。30度ぐらい戦いだ。全部雨ですね。全然俺大概晴れるけどな。そう言ってて今日は夜も晴れる気してるんですよ。で明日は朝一で遍路町の方にねご挨拶行って7年ぐらいメルトモのスタンで行きます。会ったことないです。初対面なんでちょっとどんな人か楽しみですね。100枚近く頼むんで。しかもヒマラヤですからね。そうですヒマラヤを200枚一応する。で飛行機乗り込んで6時間に、まあ、前回からいろいろなんで、はい、まあ乗り込んでいきます。今チャンギ空港内を歩いて回ります。私が30分ぐらい入国するのに手前とこずりました。もう一周してきました。親切に教えてはくれましたけど、あそこから勝利出ますよ。でもそしてホテルにたどり着いたのだが虫がめちゃくちゃ虫やん。あっとだけやめてやめて。死ぬよこれ。尋常じゃない。これ対策の必要性があると思ってた。僕フィリピンの方がまだマシでした。虫すげえな。これなんとかできない。ということで遍路社にたどり着きました。まず日本で取引してるのが僕たちだから結構それはまずで聞きたいですよ。あ、今いますね。あ、何件なんですか。あ、時計のストラップ財布じゃないです、うん、のストラップを作ってる会社さん。おたまに日本サイトで直接売りでやってますよね。カバン屋さんとかあるんですけど、ああいうのって実は違うんですよ。日本で遍路社が直接売りでますっていう会社結構言ってるとこ褒めちゃったりするんですよ。あれってどうなんかなっていう。なんか韓国の会社でやってる、日本で売ってるっていうのもありますけど、カバンとかやってるのは今マーケティングしてる会社っていうのがあると思うんですけど、でもそれは韓国の、はい、韓国の会社だと思います。ダイレクトでやってるのは我々。はい、そうです。あ、そうですね。ニロティカスっていうワニがあるんですよ。あとポロサスっていうワニがあるんですけど、違いってどんな感じですか。ニロティカスだけがこのナチュラルできるのはそれだけ。なんでなの。アリゲーターだったらラインがあるんですけど、シマウマみたいにこうラインが出ているのがアリゲーター。穴の位置を避けれるんかみたいな。この川はその問題があるんですね。その穴のがあ穴がもともとあるってことですか。それもしょうがないって制作途中の穴じゃなくて自然の穴。もともとある穴なので、うん、骨があるから、うん、どうしてもこれ避けられない。ニューテクスの川、ね、っていうのはすごい狭いんで、うん、これだったらちょうどですけど、今回注文する分全部別に入らなくてもいいっちゃいい。無理に入らなくても、じゃあここがメインで。そうそうそう。でまあ半分ぐらいちっちゃいやつがいい。ちっちゃい。そうですね。ここの幅でミサージェンスでこれだったらでもここで1個でいい。じゃあそれでお願いする感じになる。改めて、はい、帰国してからメールでもう一回改めて発注、はい、いやじゃあ先に E メールを。はいはい、もともと過去前のを見ますか、それとも過去の見ますか。見れるやつ全部見たいです。この超可愛い色は一体なんだ。ボンベってわかります。ボンベ、この時に気をつけて作らないと。あ、でこぼこ。熱すぎじゃなくなる。この時に気をつけてると燃えたの焼けてしまう。これさ、めっちゃ綺麗やな。まあ、そうそう、うん、うん、これでサンプルで1枚購入することができるのかって今財布がないんです。例えば5枚買ってもらうとかサンプルとか。これじゃあ5枚でサンプルで綺麗な皮が続々登場。さっきのナチュラルにしてたやつと同じだそうです。この点があるやつとないやつの差っていうのは、ね、これもありますよ。すごく小さい。あとこれがそうなんだ。個人差ででかい。これいいな。この色ってポーポラっていう。ポーポラ可愛い。どういう意味なんやろ。いっぱい色が種類ありすぎてそんなに名前つけられる意味ないっていう。適当にもうとりあえず品番みたいな感じなんで。これが一番ガムに似てる。こうガムっていう色があるんですけど、それに近い。それとの違いとか。今ないかもしれない。似てるみたいですけど、なんか今ない。黄色、黄色売れるのかな。黄色は僕のカラーですけど、あんま人気なさそうなイメージ。一流マンベイとコリタイン。ああ、確かに。イベントもんで。確かにそれ系だったらいけそうな気がしますね。打ち切りました。うん、これは違う色のタイプ、ちょっと違う黄色。おお。スタッフの人がゴーグルをつけているので。これ眼鏡ですか。安全のため。なんか決まってそう。あ、なんかホコリっぽいから。あ、緑とかあるんですか。あ、そう、緑みたい。ここで見てもいい。クレヨンとグリーン。どれも綺麗な。ああ、僕これ好きっす。これもさっきと同じ黒
サンプルについて何か持ってます。今こういうの渡したことがある。名前かは。お持ちじゃないものを。最近のやつはないんですか。2018 2019 これ、秋のカラー、はいはい、これスプリングミス S S スプリング。 S は春と、はい、夏と、はい、オーグレイス、あ、グレイスフィニッシュ、オーエンティ、多すぎて分かれへんの、これめっちゃいい、まあ全部もらっていいですか。そうですね。OK これでもうもらっちゃっていいですか。あ、これもいい、はい、あ、いいです。あ、Thank you。 革のサンプル続々登場。今日ここ選んでもらえるんですけど、そのすぐ持って帰れる。で、その許可をもらったら、あの配達し、気に入った色を今選んでもらって全然。うん、でも一応あれが気に入ったんで、多分あれを。他なんかいい色とかないか。一応ブルーとか見とく。だって見る機会あんまない。これも綺麗だよね。見てるけど。え、これもいいかな。ブルー。めっちゃ綺麗。朝さんカラーじゃないですか、これこそまさに。今の写真撮るのやつ。Thank you. Thank you so much. ヒロさんカラーも登場。ハイシャイニーが。ハイシャイニーとシャイニーの違いって。フレイズっていうのがさっき の、 あの、うん、サンプルにあったと思うんですけど、それで違う。Okay. であの前買ってもらったのはこれです。逆にここから10枚とか欲しいね。この色も綺麗だね。このグレーの渋いトープ。これでバッグとか僕は渋いような気もしますけど。マームアリゲーターっていうのがいて、その発注する時があるんですけど。あ、そっちの方が確率高いですね。それはシンガポールで。No. USA。アメリカ。アメリカって。シンガポールで予測されてたから。ヒマレヤにネバーブリッジ。ヒマレヤブリッジしないです。ヒマレヤにネバーブリッジということはネチュラル。だからその自然のパターンが出るので、だからそのここのパターンが出ない。さっきのグレーの部分が全部脱色されてる。どういう基準で選ばれるんですか。ここのさっきのパターン、柄を見て、その注文の、あの要求によって選ぶ。ちなみに写真撮らせてください。ヒロさんも赤色持ってほしいですけどね、それだったら、マスさんも。いや、めっちゃ綺麗ですよね、これ。いや、めっちゃこの若草色の、あの、シャイニー、個人的にめっちゃ好みなんですけど。これ。いや、違う、下の。めっちゃ可愛いです、好き。個人的な仕事で撮らさせてください。こういうの持って似合うおじいちゃんに僕はなりたいですね、将来。スペシャルフィニッシング登場。あ、なんかスペシャルフィニッシングだ。どれだ、もう全部がスペシャルに僕には見えるけど。あー、これすごい。これがマットマットタイプ。マットタイプ、うわ、綺麗な、いいよな。え、どっちがいい。え、でもこっちも綺麗ですよ。あ、でもそっか、見比べると綺麗ですね。名前だけ見ても。あ、今、マッサンが写真撮ってくれました。はい、そこ一応です。すぐに2編。スペシャルフィニッシュ。これがスペシャル。え、十分こっちも、うん、これめっちゃ綺麗じゃないかっていうか、光沢がめっちゃあるぞ。なんかエナメルっぽいね。エナメルっぽい。この色がグラデーションがついてるから。ユナカイ。これ色ユナカイオンブレミレニアム。オンブレミス。The gradient。あ、このグラデーションがついてるのがオンブレって。This is millennium is shiny but it's a bit shiny。あ、ミレニアムはすげえなシャツ。あ、オンブレ。艶がある。オンブレミレニアム。ヒマラヤのこんなんもある。それ。これ何？これやばい。メタリックめっちゃメタリックに、え、めっちゃ好き。僕日本の文化好きです。あ、今日本勉強してる。ラーメン入ってますよね。あ、うわ、それも光の反射でエグいっすね、これ。いや、マジ綺麗な、ほんまに。他社じゃこれないんですよ、こんな感じにならないですよ。これで何かマジで作ってほしいんですけど。いかがなんでしょうね、これ。これもなんかありなんだ。エクスヒビションです。あ、だからこれ作ろうと思ったんですね。ラグーンって名前がいい。これすごいね。これやばい、ね、これも展示会用やろな。絶対展示会用やろ。おお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 、あー好き、めっちゃ好き。再現じゃないと思う。あ、やばいぞ、あの僕の好みのカラーが出てくるんですよ。ラグーン、これでオーダーできます。え、すごっ。 You take note of the name and then you order, you just let me know Lagoon Twinkle Himalaya Millennium, then we can do the order for you。 何言ってもらったら大丈夫。すごい似合いそう。いや、この辺とかマジでエグいっすよね。楽しい。展示会用やな感じ。技の艶みたいな。デニムっぽい。これなんか俺デニムっぽくていいと思うけど、どういうこと。
どれがスペシャルフィニッシュ全部、今日この箱は全部スペシャル。続々とサンプルを出してくださいました。ありがとうございます。これさっき見たやつよりいいかもしれない。安いな。ミレニアムっていうのがこの仕上げ、ね、ソフト、not so bright、柔らかくて、そんなに明るくないです。作りやすい。凸凹しなさそう。じゃあ作りやすいよ。シャイニーやるよ。こっちが作りやすいのがいいですね。おお。シャイニーでもできるってことですか？うん、はい、こっちも言うの。だシャイニー注文するとき、こっちの方がなんか安全。うん、じゃあ作りやすい。この辺とか、ルナとか作るとき作りにくいから。カメレオン系の。ヒラさんに言えそうな気がします。あ、でもあれですね、かわいいですね。うん。かわいい。両方。じゃあ、名前を押さえる。おぉ。シェンの。おぉ、確かに。すごい。でかこの。おぉ。すげえ、なんかギャラクシー。まあ、表と全然いいと思うんだろうって。これ、おお、あ、待って待って待って、めっちゃ好き、めっちゃ好き。ちょっと写真撮っていいですか。以上、シンガポール返納者に訪れた時の映像でございました。帰りの空港の話。どこにうちの飛行機あんかなと思って、8時台の飛行機やったんですよ。見てください、はい、あのリタイムされて10時10分に変更。事前に来るんで連絡とかお前もん。空港でこんな時間持て余すことだよ。お酒箱で買って、保安所越えてからコンビニでお酒買って、うん、でそれを持ち込んで飛行機内で飲もうと思って、開けた瞬間に取り上げられてんか。ルールやから知らないかもしれないけど、もうちょっと事前に言っといてほしいっていうのと、理由を教えてほしい。経過見たしたかもしれない。ルールは教えてほしいな。なので今から6時間かけてラーメン食べますか。以上でした。実はシンガポールで有名なチャールズ&キースのバッグも購入しました。またレビューしていきたいと思います。お楽しみに。真ん中の正方形はホームページへのアクセスボタン、真ん中の丸はチャンネル登録ボタン、左は最新の動画、右はおすすめのコンテンツ動画です。最後までご視聴ありがとうございました。